はい、動画をご覧の皆さんこんにちは。いつも YouTube チャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日は2021年11月の4日木曜日、現在時刻が17時30分です。今日もですね、仮想通貨市場のマーケット、そして入ってきているヘッドラインニュースなどをお伝えしていきたいと思います。現在ですね、ビットコインの価格ですが、17時30分現在707万8000円と、昨日と比べると 1.37% 下落となっております。ドル建てで言いますと、ビットコインの価格は現在62,256ドルという価格帯で推移しております。昨日ですけれども、日本時間では本日の早朝になるんですが、日本時間の AM3 時という時間帯ですが、アメリカの方でですね、 FOMC のテーパリング、こちら金融緩和の、ね、縮小、こちらがですね発表されました。テーパリングね、いよいよ開始されるということでありまして、これね、マーケット、株式相場もそうなんですけども、仮想通貨市場ですね、かなり大きなねインパクトを与えるニュースではあったんですが、そのテーパリングの開始が、ね、いよいよ、ね、発表されたということを受けまして、仮想通貨市場、ね、ビットコインその時、ね、価格は、ね、値上がりいたしましたね。ここはですね、株式相場もそうなんですけれども、このテーパリングが開始されるということはどちらかというと、まあ、ネガティブにですね作用するんですが、まあ、すでにですね市場の方はですねテーパリングの開始を織り込んでいたというところもありまして、価格はね上昇いたしました。まあ、その後ですね、本日日本時間に入りまして、ビットコインですね、少しまあ軟調な動きとなっているというところですね。まあ、ここのところかなりね急騰してきておりましたので、まあ、一旦の調整局面かなという印象を受けております。で、主力通貨のイースタリアムですが、現在51万7千円ということで、こちらも、ね、0.82% 下落ということですね。イースタリアムも市場最高値付近ですね、現在ドル建てで言いますと4535ドルということでですね、まあイースタリアムが市場最高値が4600ドル台ですのでね、市場最高値付近で、ね、推移しているという動きとなっております。そういうね、仮想通貨市場、主な主要通貨ですけれども、本日入ってきております仮想通貨関連のニュースをお伝えしていきたいと思いますが、リップルですね、XRP、リップル社がですね、大型のイベントスウェル2021、これがですね、開幕間近というところですね、このスウェルに関するニュースが入ってきております。アメリカの、ね、リップル社が毎年秋ごろ、ね、開催している大型イベント、リップルスウェル2021の開幕がですね、いよいよ、ね、1週間を切った状態となりました。今回はですね、コロナ禍でバーチャル参加した登壇者も少なくなかった昨年に続き、今年もですね、バーチャル開催となるということですね。スウェルというこの意味ですけれども、これはね、巨大、英語で巨大な波を意味するフレーズということですね。世界各国から政治、経済、銀行やブロックチェーン業界など多岐の分野で活躍する専門家を招集し、送金の未来について議論する場であるということですね。2018年にはアメリカの、ね、ビル・クリントン第42代元大統領が、ね、登壇した経歴もあるということですね。いよこの、ね、リップルの、ね、スウェルがもう開幕が、ね、間近、1週間を切って開幕間近というところでですね、この毎年ですね、このやっているイベントではあるんですが、このリップルという価格もですね、このスウェルに向けてこう、ね、急騰していく状況があるんですが、今年はですね、まだね、そんな動きが、ね、ない形なんですね。ただ昨日からですね、ちょっとね、リップル価格上げてきておりまして、現在17時34分現在ですが、リップルの価格は137円とね、昨日と比べると 1.31% 上昇なんですが、昨日の段階ではかなりね上げておりましたね。このやっぱりスウェルに向けて、リップル価格はね上がりやすい状況だというところですね。まあ、例年ですと、このスウェルに向けて価格を上げていって、このスウェルが終わった後にこう一旦材料出尽くしみたいな形で売られることはあるんですが、今ですね、仮想通貨市場がですね、まあ、全体的に活況であるということ、そして、また年末に向けてですね、さらなる、ね、期待上げがあるというところもありますし、仮想通貨市場全体としましては、今悪材料が、ね、かなり出尽くした状況で、どちらかと今優位ニュースが次々と飛び込んできている段階であります。
もちろんこのねリップルのスウェル、こちらでですねスウェル2021でですねまた何らかのねサプライズ的な発表があるかもしれませんし、まあ、なかったとしてもですねかなりこういいね積極的なこう良い話がね繰り広げられると思いますので、やっぱりですねこの結果を見てですね上昇しやすい傾向にはねあるかなと思いますね。もちろん材料出尽くし感で売られることもあるんですが、今の仮想通貨市場全体のね足場を見ればですねどちらかというと上目線かなというところはね感じますね。はい、それが、リップル社のですね、スウェル2021に関するレポートでございました。その他ですけども仮想通貨関連ですが、アメリカの議員がですねビットコインの先物 ETF を承認するように SEC の、ね、委員長に、ね、要望しているということでございます。ビットコイン ETF の質問状を、ね、送付しているということで、こちらはですね仮想通貨擁護派の、ね、アメリカの議員の方なんですけれども、アメリカの証券取引委員会ですね SECの委員長に対してですねビットコインの上場投資信託 ETF についてですね質問状を、ね、送付したということですね。 SEC は先月ビットコインの先物に連動した ETF を承認しているんですけれども、こちらの議員の方はですね先物の ETF だけ承認して現物の ETF はまだ承認していないのは SEC がこれまでビットコイン ETF を承認してこなかった理由と矛盾しているとね指摘しているということですね。現在ビットコインですけどもね先物の ETF はですね承認されてですね今上場してね取引されてるんですが、まだね現物の方のね ETF はね承認されてないというところで、まあここのところね突っ込んだというところですね。まあこのね、まあ、内容はまあ、もちろん大事ではあるんですけども、まあ、それよりもですねこちらのやっぱりねアメリカの議員の方がですね実際にこの SEC アメリカの証券取引委員会ここに書いてですね物を言うという、ここがやっぱりですね大事なことではないかなと思いますね。まあ、アメリカの議員さんからのこういう、まあ、政治的なね、発言でありますので、今、まあ、経済界は結構ですね SEC から締め付けられたりというところもありますが、まあ、こちらの、ね、政治的な側面からねこの SEC に対してこう、ね、物を言うというところもね、こういう、まあ、ツールがあるというところも大きいかなと思いますね。そういうふうなニュースでございました。その他ですねもう一つ政治絡みですけれども、アメリカのニューヨーク市長がですね、当選したんですけども、こちらのねエリック・アダム氏という方なんですけども、ニューヨーク市長に当選されたんですが、この方がですねすごいビットコインに対するですね、擁護派であるという方で、ビットコインの中心地にニューヨークをしたいというふうな、これはね政権公約、まあ、マニフェストで、ね、述べてたというところですね。ニューヨーク市長に選出されたニューヨーク市、このねエリック・アダム氏ですけども、ニューヨーク市長に選出された場合にニューヨーク市をビットコイン中心にするつもりだと語ってたという、こういうね政権公約があったんですが、実際ですねこのエリック・アダム氏がニューヨーク市長に、選任されまして、このビットコインをこのニューヨークの中心地にしたいというこの、ね、政権公約をね、これから向けてそういうふうな、ね、政策を、ね、取っていくんではないかということでですね、これも大変ね、まあ、政治絡みのいいニュースでありますね。もちろんですねその他の、公約もいろいろしておりまして、サイバーセキュリティの中心にしたいということや、自動運転の中心でドローンの中心、そしてビットコインの中心ということでですね、まあ、このいずれもですね今本当に最先端の、テクノロジーとしてこう求められているね、サイバーセキュリティ、自動運転、ドローン、そしてビットコインとですね、まあ、最先端のこのね、テクノロジーに対してこのそれをニューヨークに中心にしたいという公約ということでありまして、まあ、ここに向けて当然ですね政策を取っていくと思いますので、これもね政治絡みの大変いいニュースだと思いますね。まあ、今日はですねそういう形でヘッドラインニュース入ってきております。それではですね仮想通貨のね価格をね見ていきたいと思います。ビットコインはですね39分現在7,420円ということで、昨日と比べると 1.79% 下落となっております。ドル建てで言いますと61,759ドルということで、少しね下がってきておりますね。イーサリアムは515,000円ということで 1.2% 下落、ドル建てでイーサリアム言いますと
4524ドルと 1.48% 下落となっております。今日はね、主要通貨が少し下落しておりますね。アメリカの方のねテーパリングの開始ということもありましたので、まあ、マーケット織り込んでいたとはいえですね、やはりこのテーパリングが開始されるということは仮想通貨市場に対してはですね、ネガティブな動きとなるのでですね、まあ、若干下がってきているかなというところはありますね。バイナンスコインは 0.14% と小幅に上昇しておりますね。で、ソラーナが、ね、強いですね。ソラーナ 3.83% 下落ということですね。まあ、イーサリアムも今日下がってるんですが、同じ、まあ、ディファイや NFT の、ね、まあ、基盤となりますソラーナ、今日は、ね、3.8% こちら上昇しております。強い動きとなっております。カルダネードは 3.6% 下落ですね。リップルは、ね、136円と、ね、0.48% ね、上昇という価格ですね。ビットコイン、イーサリアムが下がる中、リップルは上昇しているというところでございます。スウェールに向けて、この後ね、1週間切っておりますので、リップルどういう動きになるでしょうか。ポルカドットはね、3.5% 上昇しておりますね。ポルカドット強いですね。ドージコインは、3.5% 下落ですね。で、シバイヌコインは 12% 下落ということで、今日はね、ドージコインが今時価総額第9位となっております。で、シバイヌコインが11位となっておりますのでね、今日はシバイヌコインの下落がまあ 12% 大きくなっているというところですね。そういう価格帯となっております。あとね、NFT 関連ですけども、今日はね、NFT 関連も軟調な動きですね。マナーは 3.46% 下落しておりますし、そうです。でもサウンドボックスは 5%、5.67% 上昇してますね。サウンドボックス強いですね。チリーズは 5.38% 下落。エンジンコインは、315円ということで、1.5% 下落となっておりますね。そうですね、 NFT 関連銘柄は今日は、まあ、軟調な動きですが、まあ、一部の銘柄では強い動きがあるかなというところですね。そういう価格帯となっております。今日ね、国内のね、販売所で取り扱う銘柄としましては、大きく動いているのがですね、お店号ですね、 OMG 11.67% と大きく上昇しておりますね。1846円ということですね。強い動きとなっております。 IOST は、ね、6.3 円と、ね、まあ、6円台に乗っておりますし、まあ、昨日と比べると 0.34% の上昇なんですが、昨日、ね、大きく上げましたので、ね、IOST、ね、6円台 6.3 円ということですね。そうですね、今日はそんな、ね、銘柄的には動いていないんですが、まあ、注目はやっぱりですね、今あの IOST であったりですね、まあ、日本人が好きな、ね、銘柄であります、リップルであったり、IOST であったり、ネムですね、ここら辺の日本人が好きな銘柄ですね。ここら辺は面白いかなと思いますね。あと、まあ、NFT 関連銘柄が、まあ、調整をしながらやっぱり上昇をしていくのかなと思いますね。メタバースというね、今旬なワードに直接ね絡んでおりますので、ゲームでのね、この仮想空間とかですね、エンジンコインの場合ですね、そういう形でですね、上昇を期待されますね。まあ、なんちゅうのやっぱビットコインですね。ビットコインが今ちょっと下がってきているというところと、イーサリアムが少しね下がっているところ、まあ、市場最高値をね付近ではあるんですが、両コインともですね、まあ、少しなかなかやっぱ上値は重いかなというところがあります。まあ、ここからですね、また今夜これからアメリカ時間入ってきますので、ここでねどういう動きになるかなというところがね注目かと思います。はい、以上本日は2021年11月の4日木曜日、仮想通貨市場のヘッドラインニュース、そして現在の価格帯について語ってみたでございました。それではこの動画が良かったと思う方はチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。17時43分現在の北部九州のですね、明るさです。はい、17時43分現在、今日は沈んでおりますのでね、日は沈んだ段階ですね。はい、これから現在の明るさでございます。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。